皆さんこんにちは。ココイストアートディレクターの内海ますみです。よろしくお願いいたします。今回はですね、3月に発売になりましたサテンマグネット、全7色を使った、アートをお披露目したいなと思います。先にですね6色アートを作っておりますので、最後の1色アプリコットサテンを使ってアートをしていきたいなと思います。ボトルの形状自体はドラマティックマグネットと同じようになっております。今までのマグネットと違うのは粒子がねとても細かいので、すごくうるっとしたキラキラというよりかはプルンとうるっとしたマグネットの立ち上がりになります。今日はねチップスタンドを使うと磁石の影響でマグネットの粒子が立たないので、ちょっと筆にチップをつけてアートしていきます。ここでのポイントが、少量を塗るのではなくてある程度全体に刷毛筋が残らないようなプルンと塗れるぐらいの量をしっかりと塗布していきましょう。それではこちらのジェリストのマグネットを使って集めていきます。こんな小さなねマグネットでもしっかりと動くので、マグネットの粒子の動き自体もすごくいいジェルになってます。周りから集めてお好みの部分にマグネットの立ち上がりを作っていきましょう。全体を立ち上げても可愛いですし、端っこなんかにこうやって影を作ってみたり、またはラインを作ってみたり、そんな風に、ベースのマグネットの動きを楽しんでみるのもアートの醍醐味かなと思います。ベースのデザインが決まったらライトに入れて硬化していきます。硬化が終わりましたら、ベルベットマットノーマイプトップコートジェル、マットコートですね、で一度表面をマットにしていきます。硬化するとこのような状態になります。一応ノンワイプのジェルにはなっているのですが、エタノールを含ませたキッチンペーパーなどで表面を軽く拭いていきます。お次に登場するのがノンワイプアクセサリーボンドのブラック。こちらも3月に発売になった新商品です。今回のアートの名前がプレスジュエリーという名前なんですが、その名前の通りジェルをプレスして作っていきます。押しつぶすようにして作っていくアートなんですけれども、このような透明のプラスチックのシートをご用意いただきまして、小さく四角に切っていきます。形はね別に問わずなんですけれども、四角が使いやすいかなと思います。こちらをアクセサリーボンドのブラックと一緒に使っていきます。スパチュラなどでアクセサリーボンドを取っていただいて、爪の上にその塊をむにゅっと押さえつけるようにのせます。その上に先ほどのクリアシートを上からのせて、少しツイザーなどで押し広げていきます。今ねちょっとこうプレスした状態で、こちらですねプレスをしたらクリアシートの端を持って少しドラッグ引っ張っていきます。そうすることで押しつぶされている部分と引きずってできた部分の2種類のアートができます。アートが決まったらそのままライトに入れて30秒硬化をしていきます。硬化が終わったら上のクリアフィルムを取り除いていきましょう。ついていた部分がねツルツルになっていると思います。お次に登場するのが姉妹ブランドジェリストのミラーパレット。こちらのピンクゴールドをこすりつけていきましょう。フィルムを剥がした部分は未硬化ジェルがありませんので、ミラーパウダー自体がすごくつきにくい状態になっています。ミラーが擦れたら、ちょっとはみ出している爪の部分ですね。このままコーティングすると引っかかりそうだなっていうところは、あらかじめシザーなどでカットしておくと生活がしやすいかなと思います。形を整えられたら、次はニードルライナーに筆を持ち替えて、筆に少したっぷりめにジェルを取っていきます。ドラッグしてできた溝や、先ほどカットしてできた断面などを少し覆うように、溝を埋めるように、この黒い部分ですね、シートを剥がした部分を少したっぷりめのジェルで囲っていきます。全体をしっかり囲えたのを確認できたら、こちらも15秒から30秒ほど硬化をしていきます。硬化ができたら、同じようにミラーパウダーをこすっていきましょう。ミラーパウダーをしっかりとダストブラシやメイクスポンジなどで払ったら、アクセサリーボンドのクリアを使って球体パールや V カットのストーンなど、お好みでデコレーションをしてください。パーツを止めることができたら、最後は全体的にウルトラグロッシーで埋め込みながらコーティングをしていきます。メタリックの跡っていうのは、ある程度埋め込んでしまっても凹凸がしっかりと目に見えてわかるデザインなので、段差などはしっかりと埋めてしまっても大丈夫です。ただ表面のプレスした黒い部分は、少しジェルを削いであげた方が表面の凹凸がはっきり出て可愛いので、やってみてください。最後にライトに1分ほどしっかりと硬化をしたら完成になります。アクセサリーボンドは今クリア、白、黒と3色の展開があるんですけれども、パーツを留めるだけじゃなくて、凹凸のあるデザイン、あとはミラーパウダーの相性もとてもいいので、使い方次第ですごくアートの幅が広がる商材になります。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ココイストの YouTube 公式チャンネルもぜひ登録してください。お得な情報がたくさん配信されてます。ご覧いただきありがとうございます。アートディレクター内海ますみでした。